ハンガリーの魅力を初めて聞いた時、僕にとってのハンガリーの魅力のは何を考えてました？ハンガリーは外国人に人気な国になった理由はいくつかありますが、僕にとって最も重要なのはハンガリーの、そしてブダペストのナイトライフです。ブダペストは世界的に有名なレジャー街になったのが、さまざまな理由があります。この街で友達や新しい人と会って一緒に過ごす機会があります。昼間に街を探りやすいですが、夜が来るから賑やかなど気分が漂うことになります。ハンガリーで英語を話せる人は少ないですが、ブダペストで大方のバールやレストランは英語のスタッフがあるし、英語のメニューもあります。週末でところはよくいっぱいですが、気楽な感じがある店も見つけられます。テーブルフットボールなどゲームもあります。でも僕はいつも負ける。大半の店は自分のコミュニティがあります。ゲーミングバールもあるし、和食の店もあるし、生演奏が多いところもあります。でもどうやってこれらの店に行くことができますか？ブダペストの有名な交通機関は街の他の売りです。とても安くて本数も多いですから、ヨーロッパで一番便利な交通機関になりました。ブダペストのナイトライフは古代で、楽しむ機会がたくさんあります。しかしそれは街のほんの一面に過ぎないことに注意することが重要です。ブダの丘には緑豊かな地と素晴らしいハイキングスポットがあり、歴史的に重要な建造物もあり、そして発見されるのを待っていることは他にもたくさんあります。またハンガリーで会いましょう。